はい、ゆりパパです。鳥山明先生ですね、68歳で亡くなられました。そうですね、私が子供の頃、中学から高校にかけてですね、高校ぐらいからあられちゃんのアニメが始まったんですかね。なのでですね、もうちょっと年が離れてるのかなって思ってたんですけどね、そうじゃないですよね。10歳も違わないですよね。68歳っていうとですね、まだ若いですよね、非常に。私が言うまでもなくですね、皆さんちょっとショックだと思います。で、私の家族ですね、私の家族、子供たちもですね、結構ドラゴンボールとかですね、馴染みがあるんで、それなりに ショックを受けていますですね。やはりドラゴンボールですかね。私はアラレちゃんなんですけどね。アラレちゃんですね。で、ドラゴンボール、アニメを語るとですね、いろんな人が好きなんでですね、ちょっと、そこを、私が語る必要はないかなと思うんでですね。プラモデルですね。プラモデルあります。主にバンダイから出てるものですね。ドラゴンボールのアクションフィギュアが多いんですけど、メカコレがあるんですよ。こういう可愛いですね、メカコレですね。ですね、小さいもの。高くないものですね。こういうのあります。ちょうど手のひらに乗るようなサイズですね。実際に完成してるのはこの2つなんですけど、他にもあります。積みプラとなっているものですね。ドラゴンボールのメカコレクションは、まだ、作ってないものがいくつかありますですね。鳥山明先生のですね、メカですよ。デザインされたメカですね。すごく可愛いです。漫画もですね、楽しくて面白くてですね、可愛いキャラクターがたくさん出てくるんですけど、メカですね。メカデザインとして見てもですね、すごく可愛いです。メカがですね、丸いメカが多いですかね。非常にですね、日常生活で使うような、生活によく使うような、メカが多いですよね。そういった点でですね、やっぱりもうメカデザイナーとしてのですね、鳥山明先生のその才能っていうのはですね、ちょっと、やはり外せないって言いますかね。実際に、プラモデルですね、私が持ってるプラモデル、ガンプラですね、主にガンプラなんですけど、あとは宇宙戦艦ヤマトですね、ヤマト関連のものと、これ鳥山明先生の、プラモデルですよ。大きく3つに分けるとですね、そうした中でデザインされたものですね。すごく生活にマッチしてるって言いますかね。大きいものではないです。日常的に使うようなですね、そうしたメカデザインですね。で、ディティールですね、細かいディティールもですね、嘘っぽくないんですよね。何かこう、ダクトとか、空気を取り込むダクトとかですね、排気、何ですか、ガスを出すところとかですね、エンジンとかですね、非常に嘘、本当にありそうな感じです。鳥山明先生が好きだったんでしょうね。バイクとかですね。こういった車ですね。スポーツカーではないんですよね。スポーツカー。コンパクトな車とか、バイクですね。ですね。よく可愛らしい。で、ディティール、ディティールもリアルって言いますかね。嘘っぽくない。ですね。かなり、実際にありそうなですね。ディティールですね。ではですね、そうした、デザインですね、メカデザイナーとしての寺山明先生も、もっと評価されていいと思います。実際にプラモデルになってますしね。そうやって、
で、今、新しいサンドランドっていう、戦車がありますよね。映画に出てきた戦車、丸い戦車ですね。あれもすごく可愛らしいですよね。かっこよくて可愛らしいっていうんですかね。生活感があふれるメカですよね。いやですね、イラストをまた描きます。ですね、ボールペンで4色ボールペンですね、使って、絵を描いていきたいと思います。
あられちゃんですね、鳥山イラー先生が描かれた、イラストをもとに模写しました。黄色ボールペンで描いたんでですね、黄色が欲しかったんですね。できたらオレンジとか黄色も入れたかったんですけどね。ですね、このイラストはプラモデルに なってましたね、昔ですね。かなり出来のいいプラモデルだったんですよね。作った記憶はないんですけどね私は作ってないです。ただまあ欲しいですよね、今となってはもうちょっとそうですね、リサイクルショップで探すですかね、探すしかないようなそうしたものですよね。あれかなり可愛いですね。メカですね。メカって最初冒頭でメカの話しましたけど、動物に乗るってですね、鳥山明先生がもう乗り物っていうのは私は、まあ、これは何ですか、犬ですかね。犬か狐かよくわからないですけど、まあ乗ってるあられちゃんですね。やっぱり、可愛らしいですよね。で、この背中にですね、ちょっと通信機みたいなのがあるんですけど、このちょっと実際にイラストを見るとですね、やっぱりそれっぽいんですよね。なんですか、こうスプリングがあったりとかですね、かなりちょっと細かいディティールがですね、やっぱ詳しいのかなっていうのは感じします。こうやってアンテナのところとかですね。まあ、ちょっと書いてみないとわからんです。実際に模写してですね、こうした、木でですね、木で、こう、木をですね、紐で結んであったりとかするんですけど、まあ、何ですか、適当に書いたとは思えないんですね。なんかやっぱりそれっぽいって言いますかね。適当にか、まあ適当に書いたのかな、その嘘っぽくないようなこう紐の結び方って言いますかね。ですかね。
そうした、このメカに関してもですね、ちょっと受話器があったりとかですね、ですね、よく見えないようなところもですね、ちゃんとなんかそれっぽく書かれてるって言いますかね、そういうところはすごく、やっぱりすごいなっていうのは、ちょっと、実際に模写してですね、ちょっと気づいたって言いますかね、ですね。こういったヘルメットのところとかですね、こうしたもう、メカじゃないんですけどね、この装備とかですね、やっぱ好きなんでしょうね。鳥山明先生がやっぱりちょっとそうした、こういうメカとかですね、かなりやっぱり好きだったんでしょうね。ですね。ちょっと、頑張ってです。実際、これ、目標としては1時間とか言ってましたけど、3時間 3時間40分くらいかかりましたね。3時間40分。これを前に書いた、フリーのですね、ペイントソフトですね、クリタですか、で書いたのは4時間と40分、だいたい5時間近くかかったんですね。これはだいたい4時間ぐらいかかりました。ちょっと時間かけすぎですかね。以上ですね、イルパパの、鳥山明先生のイラストですね、追悼の意を込めてですね、あられちゃん。あらちゃん好きです。私が好きというかですね、皆さん好きだったと思いますよ。うちの、子供とかですね、あられちゃんというか親戚、その当時ですね、子供だったですね、あられちゃんを見て育ったような人たちはですね、やはりですね、好きだったと思います。ですね、以上、ゆるいパパですね、の、イラスト、ちょっと書いてみたっていう 書いてみました。以上、最後までご視聴ありがとうございました。